チャンネルはい。もう残り、もう十、二十試合ね、えー、切るか切らないかっていうね、えー、展開になってきましたけども、まあまだまだね、まあセリーグはもうヤクルトの優勝と、2DNA はほぼほぼ決まったかなっていうね、まあ3位争いが、激化っていうね、中日が、えー、なんとか首の皮一枚ね、 繋がってるけど、まあ、厳しいかなっていうね。まあ、阪神、広島、ジャイアンツのね。でも,も、結構阪神有利かなっていうところで。で、パリーグはね、えー、1位から4位までは2.5ゲーム差。えー、1位はね、ゲーム差なしっていうところで、まあ、あの、勝率の差でね、1位3で決まってますけども、まあ、もう、マジックついたら3とかとかなり,なりそうだね。もう、ギリギリまで分かんないかなっていうね。まあ、日本ハムはもう、消化ゲーム。 でももうちょっと厳しいかなっていうね。まあ優勝ライン設定してますけども、あとまあ4倍でいけばいけますけど、週1回しか負けないで。まあなかなか厳しいかなっていうね。しかも5位でいるっていうところがね。まあ上位4チームのもうクライマックスシリーズも含めた争いかなっていうところがね。えー、なってきてるような状況ですけども、総チェック参りましょう。はい。まずは、パレイグ、セーブロッテ。6日。 3対2でセーブ。7日、1対7でロッテ。1勝1敗のゴ分です。8日の試合はカードが変わったんで、一番最後に全部、12球団含めてね、一番最後にやります。はい。6日の試合ね、3対2でセーブっていうところで、セーブ選抜高橋コーナーね、7回3分の2、117球、8安打9三振、無四球1デッドボール2失点と、まあピンチ作るもね、粘り強く、制球乱すことなく、投球できたっていうことは、マックピッチ。ね。で、味方のミスもあってね、2失点したけども、まあ5回ね、 えー、ワールドピッチ。あれは森止めなきゃいけないね。そこで1失点。で、8回思ってね、あの、ウネンティン。サード頃ね、なんか中途半端な姿勢で入って攻撃。で、それでまあ1失点っていう、バッバッとっていうね、ところだけども。まあそこもね、あったけども、しっかりピンチ作りながらね、投球しっかり、最初失点。まあミスが痛かったけどね、抑えれたかなと。でね、4回裏に、森、山川、ウネンティンの3連発。ドンドンドン。グッドグッグッ,グッ,グッっていうね、えー、3連発で思い出すね。 佐々木けを待つ、大津の西武ドームでの3連発、思い出すね。ね。えー、というところでね、まあ、この3点を守り切ってね、3対2で西武が勝ったわけだけども、まあ、ロッテはね、井口監督、ね、山川はね、無理に勝負し、行かなくても、ね、よかった。もうちょっと間を開けてもよかったんじゃないのか、バッテリー。じゃあ、ね、で、軽減させればいいじゃん。えー、もしくは、間を開けて、じゃあ、ピッチングコーチなんでマウンド行かないんやっていうね。 だから、あの、これ前も、あの、DNA ね、三浦監督の発言でも言いましたけども、勝負行かなくてもいいもう今はね、申告権できるんだから、打たれてから、しかもこの山川のホームラン、結構山川ね、難しいところを、いい感じでね、こうだ、うまく打ったっていうね、ちょっと山川がね、あの、ごかったかなっていうところは、あるけども、支持しなきゃいけないよね。それだったら。まあ、勝負に行くってなったら勝負に行くからね。 だから、打たれたから言われてもね、仕方ないんで、ベンチができることをやってないっていうね、えー、ところかなと。で、石川はね、六、え、回、ー、6回96球、5安打八三8無四球三失点と、こうね、3連発あったけども、それでね、崩れなかったのね、グッピッチ、良かったと思う。まあ、打たれたのはね、正直勝負に行った中で打たれたのはまあ仕方ないけども、そっからバンバンバーンって、あの、崩れないで、あの、その3発だけで抑えたっていうところはね、ピッチング内容としては、負けたけどね、あの、よく踏ん張ったんじゃないのかと。まあ、し そもそも攻撃だからね。あの、ロッテはね、えー、2回、ワ、え、ン、ー、アウト1、2塁から、チャタニ、松川、アウト。で、えー、4回、えー、ノーアウト1、2塁から、井上三振、安田、ライト前ヒットで、満塁になるけども、チャタニがね、5、2、3ダ、ダブルプレー。こういったところで1点取ってね、もね、全然違ったっていう。で、5回もね、えー、ワイルドピッチで1点取るけども、その後ワンアウト2塁から、高部、中村がアウト。ね。で、8回、ね、ウネンティンのね、 こいつ、山口の沢ところね、1点取るけども、その後1アウト2塁から、井上奴がね、連続でアウトっていうところでね、まあこういったところでね、点を取り切れなかったっていうところがね、まあ敗戦につながったからっていうね、あと打たれてから言っても遅いっていうね、ところです。はい。えー、続いては、ね、7日の試合ね、1対7でロッテっていうところでね、え、ブ済みだ4回97球、七安打2三振、3四球4失点と、まあ全てがね、甘い高いっていうね、えー、1勝9敗。まあ、苦しいね。まあでも、勝てる試合もあったから、 3勝ぐらいはしててもね、最低でもおかしくなかったかなっていうところはあるけども、まあなかなか苦しいね、ルーキーシーズンに、えー、なったかなと。でね、えー、ロッテは、えー、佐藤がね2勝、2勝目っていうところで、5回55球、2安打2三振1四球とね、えー、自分のピッチングをしっかりできたんじゃないのかなと思っています。で、ロッテはね、もう猛攻で、えー、初回からね、えー、のセンター前、高部送りバンド、中村フォアボールで山口がね、豪快にスリーランホームラン。で、自身の初15、あッんアゴンで小城、オギの0試合出場。 結果も多かったけどね。おめでとう。はい。えー、そしてね、この3回。3回のね、井上のこのホームランが大きかったかなと。 4回裏ね、あの、山川のサードゴールの間に1点取るけども、ここもね、西部山川をワンアウトしたのか、ポンポンとネンティーも含めてね、連打で出てて、2、3点取れてればね、ちょっと状況的に分かんなかったけども、これもね、内野ゴールの間の1点止まり。で、5回の表ね、安田がタイムリー打って、で、6回に、またもね、井上がレフトでタイムリーで7対1。まあ、西部はね、3安打だったんで、まあ、なかなかそれはちょっと厳しい展開だな、というね。まあ、ロッテはね、しっかり。まあ、こういうとこ見てたら、そつながればっていうところがあるけどね。 結局これがね、ずっとできないっていうところがね、まあ今の順位に反映されてるかなと。まあでもね、あの、西武としては、ここね、2連勝したかったところで1勝1敗。まあでも大敗だったんでね、まあ2戦目は仕方ないかなっていうね、形の1勝1敗の5分でした。え続いて、ソフトバンクで楽天。6日4対2でソフトバンク。7日3対4で楽天。1勝1敗の5分でした。 はい。ここで楽天ね、2連勝してれば面白かったですけど、まあでも2連敗しなかったところでね、まあちょっと組の皮一枚ねな、生き残ってるっていうね。で、6日の試合ね、4対2でソフトバンクっていうところで、ソフトバンクね、先発和田。5回63球、3安打43失点、無四2点と、まあ、打たれる打たれないはあるけども、ほぼね、狙ったところに投げれてたのは、ぐっと、さすがだね。 自分の思ったところに投げて、で、あ、それは相手がいるからね、それで打たれる、打たれないって、まあ正直仕方ないところではあるけども、しっかり狙ったところにね、しっかり自分の球を投球して、いって投げ込んでいくっていうのは、非常にね、素晴らしいピッチングだったと思います。で、楽天戦もスタキナがね、4回、えー、73球、8安打、13、29、4失点と、まあ、制球は乱してないんだけども、あの、緩急がつかずに、そこ対応されたっていうところでね、良さ出ずっていうね、カーブとかね、そこ対応されたっていうね、 だからそこら辺考えると、ちょっとストレートのね、あの、伸びっていうところが、えー、なかったのかなと。で、楽天はね、初回ね、浅村のホームランで先制していい形になるんだけども、1回の裏にね、シュートを見守りが連続ヒット、中村送りバンドで、で、デスバイにね、ショートゴこれはもう内野下がってたんでね、で、同点っていうね。で、3回の裏、柳田がね、勝ち越しタイムリー打って、四4回の裏、ね、見守りがタイムリースリーベース。この二2点大きかったね。でも5回の裏にね、この、 あの、西川の犠牲フライで1点取るんだけども、これね、タイムリーっていうところがね、出なかったというところが痛かったけども、やっぱりね、一番のね、この試合の勝ち原因はね、リリーフ。ね、えー、ソードバンクで和田ンの後を受けてね、えー、泉か山まで1回抑えて、で松本藤萌モイネルと、しっかりね、サイニングを締めて、リリーフがね、飛安打1っていうところでね、完璧に抑え切ったっていうところはね、リリーフ。グッピッチ。ね。で、まあ、あの、ラフでもね、 坂井安楽メモリね、伏線に行くとね、理由をしっかり抑えきったんだけども、ね、前半の、ね、このメモリのね、えぇ、ー、センタのタイムリースリーベース、これがね、大きかったかな、と、ね、いうところはあります。 はい。で、7個の試合、3対4で楽天っていうところでね、楽天先発、カラシマ。5回3分の1、82球、7アンド4三振、1四球、1失点と。まぁ、あ、コースはね、低く、ね、しっかりコースに、ね、コース、しっかり低く丁寧に投げ切ったっていうところでね、自身の緩急つけるピッチングっていうらしさね、発揮したんじゃないのかなと。で、ソートバンクはね、先発、石川。6回115球、6アンド5三振、3四球、1デッドボール3失点と。まぁ、あ、味方のエラーもあり、不運もあるけども、まぁ、四四球から失点したっていうところがね、ちょっと。 痛かったかなと。で、まあ、あの、ソートバンクはね、5回裏の三森の攻逸のエラー。これがね、痛かった。で、まあ、楽天はね、この辺も先生ね、浅村がライト行きでフライって、初回ね、えー、先生。で、5回表に、えー、太田フォアボール。ね。こういう回のフォアボール痛いよね。で、山崎がね、送りバンドを決めて。で、小部府風アウトになるけども、浅村のね、えー、ファーストゴロ、三森がね、攻逸しちゃって。ね。これでタイムリーエラー。この一点、痛かったね。 で、6回表も、辰巳デッドボール。で、模擬渡辺アウトになるけども、大田がね、センターへのタイムリーヒットっていうところでね、3点目。これもデッドボールからね、出してるっていう。で、6回のからね、デスパイニーに一発出るんだけども、もう8回のね、この、渡辺のね、ワンアウト2、3塁からね、内野ゴルの間に1点っていうところでは大きかった。しかもこれね、6回、8回っていうところが、ま、6回もね、辰巳のデッドボールでね、大田がタイムリーっていう買い出せ。 で、8回もね、あの、辰巳、えぇ、ー、も6番、7番がね、えぇ、塁に出て、ワンアウト2、二、三塁から、えー、渡辺のね、内野ゴロの間に1点というところで、まぁ、回打線でね、しっかり得点できたっていうところは、楽天としては大きかったかなと。で、ソードバンクはね、5回を狙う。ワンアウト、一塁からシュートのね、ちょっと詰まりながらもライト前。で、一塁ランナー、回がね、三塁狙うけども、ライト、渡辺がね、高送球で、9号、立っちゃうと。ぐっすろ。ね。これがね、 ちょっとキーポイントだったと思う。これちょっと言いたかったね。この5回の裏、これも政府になってて、ランナー1、3塁として三森。そしたらシュート走ってたかもわかんないからね。で、そうなったらここでね、1、2点入ってたかもわかんないとこを考えると、このね、回の3塁、まあギリギリだったからね、まあ回もちょっと打球も含めてね、攻められないとこはあるけども、ライト渡辺の高速球で、このアウト。非常にね、グップレ。ね、これで、ね、 ソートバンクの追加点をね、えー、取らさないで、ね、最後ね、9回裏中村明のね、ツーランホームランはあったけども、ここでね、失点を抑えたことによって勝ちにつながったっていうね、ビッグプレーだったんじゃないでしょうか。 えー、3対7で楽天の勝ちっていうところだけども、楽天先発ね、枠久しぶり。6回86球、3安打2三振3四九二4と、まあストライクゾーンの中でね、いろいろこう動かしながら、このテクニカルでね、非常に勝負できて、しっかり抑えきったのは大きかったかなと。まあ初回ね、柳田にツーランホームランをね、打たれてちょっとバタつくかなって思ったけども、そこからね、しっかり粘りの投球で最小失点に抑えれたっていうところは非常にね、グッピッチ。 で、えー、楽天はね、えー、4回表に、ワンアウトからね、浅村センター前、島内ね、ツーベースで、2、3塁になって、鈴木大地犠牲フライ。で、森田がね、レフト3塁ホームランというね、レフト流し打ちでホームランだからね。で、しっかり4点取って、逆転。ね。で、7回、この7回のね、こう山崎剛ね。あの、ホームラン。これで大きかった。この1点でね、ダメ押しになったかなと。 で、8回ね、太大田のライトフットね、タイムリーツーベースでね、ダメ押しして、7対3きっちり勝って、このね、楽天の勝利でもね、まずギリギリね、繋がったね、首とかが一番。結果、ね、えー、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになって、この楽天ソフトバンクに勝ち越したのはまだね、優勝へ向けてのスイズ、ね、この、道をね、残すっていうところでは、非常にね、大きい勝ち越しになったんじゃないでしょうか。 つ、えー、いで、ニッパームでオリックス。えー、6日6対2でニッパーム。7日3対2でニッパーム。ニッパームの2連勝オリックスは痛いここに来てニッパームに2連敗をね、かなり痛いた。ね。6日の試合6対2でニッパームというところで、ニッパームね、先発はは、対オリックスに11連勝っていうね、7回1 1球5アンダ三5二試、2試球、えー、2失点と。ね。工程しっかり意識させて、自分のね、本人のらしい投球ができたんじゃないかなと。で、オリックス先発山岡。4回3分の203球、9アンダ三2一試、1試球5失点と。 まあ、若干請求甘くなること多かったように見えたけど、そんなに悪いようにはね、見えなかったけど、その甘くなったところをね、仕留めきれたかなとね。で、日本はね、初回、後期もね、得点生まれなかったけども、2回の裏ね、2ワーアド3塁からね、真んミのレフト前行って、これがね、非常に、えー、大きかったね。あそこでね、テントってないとズバズバね、真んミがね、2ワーアド2からタイムリーヒット。 打ってで、ここね、1点で終わらないで、その後ね、上川端もヒット。で、ワンアウト、H3 塁からね、盗塁して、で、ここでヤチがね、ライトにタイムリーヒットっていうね、これ2点。ここで大きかった。これね、日本も初回ね、あの、上川端ヒット。で、盗塁試みのね、上川端アウト。で、ヤチライト前。で、今度はアウトになるけども、松本センター前ヒット。でね、ここで1点ね、取れなかったけども、 上川だね、アウトになっても次もう一回行くっていうところではね、非常にこのね、2回の裏の2点っていうのは流れ的にも大きかったかなと。で、3回の表ね、長川が仙台のタイムリーツーベースって1点返すけども、5回裏、一気に4得点で勝負を決めるっていうね。ツーアウトからね、近藤ツーベース、松本センタータイムリーツーベース。 で、宇佐美フォアボール。で、ここで今からの時にね、ピッチャー山から山田に変わって、フォアボール。このね、三者連、ね、二者連続フォアボール。これ痛かったね。で、ツーアウト満塁からね、清宮が、えー、ライトよね、タイムリースリーベースで、ね、一気に、えー、走者必須3点というところでね、こう4点。で、6対1。これでほぼゲーム決めたかなと。 で、オリックスはね、まあ、全体的に6アンダー。ちょっとビッグチャンスをね、連打で作れず、まあ、この敗戦ハはもうね、仕方ないかなと。この清宮のね、一本で、ちょっと勝負あったかなっていう感じですね。で7、えー、7日3対2で日本ハムっていうところで、日本ハムはね、1、2回チャンス潰して、3度目の正直で、3回ね、同点に追いつく二得点。で、7回もね、松本に、首位出し松本にバントさせて、近藤タイムリーっていうところでね、勝ち越ししたっていうね。まあ、でもこの試合ね、あの、初回、 ワンアウト一三塁からね、首位打者松本にセーフティースクイズさせて、ピッチャー前に転がって、もう楽勝でアウトみたいなね、えー、感じになって、ちょっとバタバタした感あってね、その中に3回の表ね、あの、オリックスが9番西村のね、ワンアウト二塁からタイムリースリーベース、で、その後中川がね、タイムリースリーベースで、こう一気にね、2点取って、ちょっとバタバタしたから、このままオリックス行くかなと思ったんだけども、2回の裏にね、ツーアウト二三塁から、6番木村がね、ライトの同点タイムリーツーベースで追いついてね、これ非常に、 大きかったねこれあのなんかセーフティースクイズなんか松本で首位打者でみたいなね失敗してちょっと状況悪い中二得点されてみたいなでもその後しっかりね追いついたっていうのは大きかったしで7回もねそれにこりずね1番上川端レフト前ヒット2番やっちはね送りバントで今度ねライトにのタイムリーツーベースで勝ち越してその後ワンナウト、三塁でねまた松本にスリーバンドスクイズ試みも失敗っていうところでね、まあ、これ意地かなビッグボスの。ね 失敗してもらわせないで意地やみたいなね、感じで。あとはまあこれね、あの、首位打者結構離れてるからね、良かったけど、これ詰まっててね、これで打率落として抜かれるみたいなことがあったらね、目も当てられないけどまあそういったところの余裕もあるっていうところと、まあ今ね、あの、まあ正直消化ゲームなんでね、いろんなことをやってね、あの、来季に向けてっていうところはね、まあそういうところ、試みは非常に良かったと、えー、思います。で、オリックスはね、チャンス少ない中ね、3回しっかり得点も8回無得点。 効果問題なんだけども、まあね、先頭、福田がデッドボール、で、中がレフト前、で、ノーアウト1、塁から吉田正尚がね、ライトに、井口からね、フェンス直撃の弾丸ライナーで、ね、打つわけだけども、セカンドランナー福田がね、あの、打球目測を誤ってね、ホームに帰れずっていう、バーっと。で、まあ若干ね、万波が高知性取ったけども、多分ね、あの打球の速さだったらね、万波見てないと思うんだよね。しかも一瞬だったから、 ま、そこまで騙されないと思うんだよね。完全に打球判断ミスだと思うの。で、あれでね、コーチャーどうのっていう人いるけど、あれはね、もうコーチャー全く何もできないよ。本人の問題だからね。で、ワンダーズ2位でね、フライだったらタッチアップだからセカンドベース変えるんだけども、あの打球の速さ考えたら、まあ、しっかりね、打球判断しなきゃいけないっていうところで、あれでフォーム変えれなかったのが痛い。バーッと。まあ、でもよ。 ノーアウトまで、そら、こっから、まあ、でも、タオル、点入るやろ、っていうところでね、トングー、高めのね、あの、ストレート、空振り三振して、ボール球。で、胸はね、あの、低めのフォーク、スライダーかな、ワンパン空振りしてからの、で、フォークね、ど真ん中見逃して三振っていうね。で、足立いい形をつけても、ライトへのフライ。これがね、犠牲フライになってればいいけども、前の二人が三振っていうね。この、得点。これがね、痛いね。ばっと。で、負けたっていうね。で、結果ね、リパンム勝いです。オリックス痛い。 えー、続いてセリーグ。阪神対ヤクルト。えー、6日、6対8でヤクルト。7日、9対1で阪神。1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけども、こちらね、2連戦です。8日はね、試合ありませんでした。6日ね、6対8でヤクルトっていうところで、阪神、青柳ね、6回、102球、7安打734、14球、5失点と、まあ、約1ヶ月、こ、勝ち星なしっていうね。で、この辺もまあね、その対応されるっていうところで、これはちょっと阪神のね、追い上げムードにとって、青柳が約1ヶ月勝ち星なしっていうのはね、ちょっと痛いね。 ヤクルト先発石川ね、5回3分の2、87球、6安打2三振無四球、4、1点と、まあ、味方のミスもありね、4回オフサのね、ファーストゴロエラー。これでね、ちょっと苦しい展開になって、まあ、あとしとも切れられてっていうところになってね。まあ、ヤクルトはね、4回表に村上のね、ライトでタイムリーヒットで1点取るけども、4回の裏ね、近本センター前、阪神ね、大山アウト。で、マルトレフト前でね、佐藤がライトでタイムリーヒットで、えー、1点。その後ね、糸原の、えー、ファーストゴロ、オフサのね、え、逸してエラー。 で、ワンアウト一三塁になって、坂本のね、スクイズ成功っていうところでね、一気に三点取って、あ、このまま阪神行くかなっていうね、あ、おやぎだしと思ったら、え5回の表に、ワンアウト二三塁からね、山崎光太郎、ライトのタイムリー、スリーベース、中村がセンター、伊勢フライでね、三点取って逆転するっていうね、この山崎のヒット。引っ張り込んで、よかったね。6回の表、村上がまた、バックスクリーンに、ホームラン。キス村上さん、やばいね。 で、えー、6回の裏に、糸原をね、セカンドゴロの間にまあ、ここはもう1点 OK みたいな感じでね、佐藤生還して。で、7回の裏にね、マルテの同点タイムリーヒットで、5対5、なるんだけども、でまた10回に1点ずつ取り合って、まあ、最後はね、11回表に、もうフォアボール連発で、最後ワンアウト満塁からね、塩見がセンター前タイムリーヒットを打つっていうね、えー、ところだったけども、まあ、このね、7回のマルテのね、ライト前ヒット、ここで、ね、山田、バウンド合わず、後ろに吊らして、 普通のセカンドゴロだけどね。まあでも難しい。難しいバウンドだったけども、前に出るか引くかね、ちょっと中途半端になって、攻逸して、まあ記録はヒットだけどね、後ろを刺す。で、10回もね、長岡のセンター前タイムリーね、ラクルとなるんだけども、ショート中野ね、こう前進してきてね、ね、取れなくて攻撃。これヒットになったんだけど、俺はエラーだと思うけどね。でもここもね、阪神としては痛い。もうね、あとはもう点の取り合いでバンバン。だからお互いにね、ちょっとミスがありながら、 ま、あ最後はね、この11回の表、やっぱりこのね、あの浜、浜ま、はフォアボールヒット、フォアボールで満塁だからね、それはなかなかね、えー、きつかったからっていうところでね、八、えー、8対6、ヤクルトのね、えー、打ち合いの末、勝利っていうね、形になりました。で、7回の試合ね、9対1で阪神っていうところで、阪神ね、伊藤、9回111球、5安で6三振、無四球1失点と、まあ、両コースね、制球。ツーシームもね、低めコースにしっかり投げれて、球持ちもよく、グッピッチン。 ね。ヤゴルト高橋、3回3分の1、87球、3で打5三振、5四球、6失点と、まあ、肩のね、開きが早く、正体、すぐ正体、ね、正面向きすぎて、ね、球ばらついて、まあ、切れもなくね、制球できず、なかなか苦しい展開だったかなと。で、阪神はね、4回裏、一気にね、6点取って試合を決めるっていうね。で、7回裏にはね、ピッチャー移動が、もうね、野手のような左中間ね、を抜けるタイムリーツーベース、2点タイムリーを打ってね、まあ、ほぼほぼ試合。 で、この試合ね、あの、サードのサードティル、サードゴロね、イレギュラーしたやつをね、体の前止めてね、アウトにするんだよ。あれが野手よ。ね、グップレイ。ねか、なんとか止めてです、ま、前に落として拾って、で、投げるっていうね、あのね、ゴロを止めた、まあ、あなんてことないサードゴロかもわかんないけども、あの、あのプレーね、非常に良かった。ああいうの好きです。はい。ということでね、まあ、この試合ね、まあもう、4回ね、まあ、この6で、ね、大山ラレフト前、丸、ま、で、ね、先 ライト前ヒット。で、佐藤がフォアボール。で、ノーアウト満塁から木浪押し出し。で、梅野がね、レフトへタイムリーヒット。で、伊藤正治ノーアウト1、2から送りバウント決めて、中野がフォアボール。またワンアウト満塁になって、ピッチャーここで高梨から今度に変わって、島田アウトになるけども、近本がライトへのタイムリースリーベースヒットっていうところでね、一気に6点。まあ、これで勝負。ありっていう形でね。 一生一敗阪神はね、最低でも3位死守。うまくいけば2位、どこまでいけるかの戦いです。まあ、ヤクルトはもうね、一生一敗十分じゃないでしょうか。続ついで、中日対広島、えー。6日2対4で広島。7日1対3で広島。そして、えー、8日2対0で中日というところで、まあ、広島のね、2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、まあ、広島ね、3位に向けて、中日はこの3連敗したら終わってたけど、まあ、なんとか、なんとか、糸1本残ってるかなっていうね。 え、6日で2対4で広島っていうところで、中日先発柳木ね、3回3分の1、86球、7アン2三振、4四球、4失点と、まあ全体的に球高く、ちょっとキレがね、やっぱ高めに打いた変化球のキレも悪くなるからね、まあそこを通打されて、まぁ落合さんもね、この前、あの、やっぱり高いってね、言ってましたけども。で、広島先発栗ね、6回3分の2、96球、7アン6三振、無四球、2失点と、まあ粘り強く丁寧に投げれたけども、甘い球もあったしね、 あの、まあ、でもその中ね、1回4回の2度ね、ダブルプレイでしのげたっていうところは大きかったかなと。で、3回表でね、一気に4点。これマックブルームのね、ピッチャー、ファーストゴールフィルター視聴率っていうところでね、1点取るんだけども、ここもね、3塁ランナーにしか、ボテボテの中ね、ナイス判断、ナイス走塁でホームセーフになったのはね、グッソールあれはね、ほんと、あの、ちょ、ボテボテってなったけどね、ちょっと躊躇するとこあるけども、スタートね、バイワーずスタート切れたっていうのは非常に大きかったかなと。で、中日はね、4回裏、阿ベのね、えー、ライトでツーランも、 あったけども、これで、ね、唯一チャンス。あと8回裏のね、状況、8回裏の、えー、攻撃をね、生かしきれなかったところが、まあ、敗戦繋がったからっていうね。このね、3回。ワンナウトからね、ドーバーチョアボール。菊池がね、レフト前ヒット。で、秋山がね、ライトスタンドへのスリーランホームランっていうね。秋山、ガッパッて。でね、ここで終わらないで、西川ヒットね。で、坂倉のセンター前ヒットで西川が3塁行って、このワンナウト3塁からマクボルーブのね、ピッチャーボーテボテ。これ西川ね、ナイスソールで、4点目っていうね。 で、4回ドラはね、安倍の2、えー、ランで4対2になるけども、8回裏ね、ワンアウトから岡村岡、岡林フォアボールね。で、ここで矢月がボーッと。で、大島三振するけども、安倍フォアボール。で、2アウト1塁からビシェードがね、アウトっていうところで、まあ、ここでね、やっぱりこのビシェードが打ってる時っていうのはね、中日、あの、いい形でね、強いけども、打たなくなるとね、なかなかね、難しくなるっていうね。 どれだけビシエドが重要かっていうところをね、試合展開でしたね。7日、1対3でね、広島っていうところで、広島ね、えー、先発森、えー、プロ初先発初勝利。グッドおめでとう。ビックはい。5回、92球3安打三振4四球1失点と、まあ、チェンジアップがね、特に。 グッピッチュね。打者は多分ね、こうストレートの軌道から押していくから、あの、投げ始めね、ちょっとストレートに見えて対応しづらかったのかなと。あと、カットボールはね、結構右バッターのインコースに食い込んでいってね、そこら辺はちょっと窮屈そうな感じに見えたし、まあ、初回ね、このね、すべては初回、この一失点でね、しのげたっていうところが、まあ、勝ちにつながったからと。えー、先頭、小林、フォアボール。で、大島の時にね、ボート。石原。止めなきゃ。うん、全然 e g ンバ。 で、あの、セカンド行って、で、大島がね、先生のタイムリーツーベース。で、ノーアウト二流から。で、安倍がフォアボール。で、ビシエド三振。マルチェス三振。木下ショートライナーっていうね。ここをね、一失点でしのげたのは非常に大きかったかなと。ここでもビシエド。やっぱビシエドが結構重要だね。打線の中で。でね、広島の4回もて、ドバイスセンター前。で、菊池ね、これエンドランク。でね、三遊間打って。うんまあ、そこまで良かったよ。 でもあの二塁欲張ってねあの菊池、二塁行って楽々挟まれてアウト、バッと行きすぎでしょ、あれはねでもその後ね秋山も三振してツーアウト、二塁になるけども西川がねライトへの同点タイムリーツーベースこれで、ね、流れ切らずに、えー、広島はね良かったかなとで6回表、えー、のねこの2点っていうところで、まあ、勝負あったかなっていうね。 ピッチャーね、ボリューに変わって、代打磯村ね、ライト前ヒット。で、ドバイセンター前ヒット。で、ノーアウト1、2から菊池がね、バンドを決めて、秋山三振して、西川フォアボールになるけども、坂倉がね、ライトへのタイムリーヒットっていうところでね、しっかり、ここでね、2点取れて、勝ち越したのは大きかったかなと。でね、ここでね、左、左、左っていうね、この、秋山、西川、坂倉って連なるところでね、ピッチャー服出したんだけどね、こ,この服がね、 抑えれなかったっていうところはね、中日としては、ちょっと裏目に出たっていうかね、痛かったからと。中日先発、まずはね、5回3分の1七78球、6五三ド53、7三3 8っていのと、まあ自身のね、自分のスタイルっていう投球をね、非常にできたかなっていうところはあるけども、まあ打線がね、1点じゃなかなか厳しかったかなって感じですね。で、8日ね、2対0で中日の勝ちっていうところで、広島はね、この森下持ってきたからね、 負けれない戦いだったけども、森下ね、7回97球、7安打8三振無死球1失点と、非常に素晴らしいピッチングだったけども、ね、負けっていうね。まあ、チームがね、3安打だからね、なかなか厳しかった。その中でね、中日先発上田、6回85球、2安打4三指、3無失点とね、今季初勝利。 ねまあ、今までの、ね、いいピッチングで勝てなかったっていうところもあるからね、まあ、この辺も、ね、しっかりストライク投げ込んで、ね、ボールを動かしながらっていうところでは、ね、自分のスタイルのピッチングは、ね、できたかなっていう、ね、でしかもこれ、ね、勝ちっていうところは大きかったでその後と、ね、清水ロドリゲスマルチェスと、ね、7、8、9としっかり締めて、ね、勝ち切ったのは大きかったかなと、まあ、その中で、ね、攻撃が、ね、4回裏、ね、マルチェスライト前、阿部センター前ツーベースでノーアウトに3塁から高橋周平は、ね、サードフライでアウトになるけどもワンアウトに2、3塁。 土だね。これ、スクイズ貼るんちゃうかちょっとね、点ない打ちに行ってね、ファールになって。で、2エンド2から、なんと、スクイズしてきて。この作戦、グッズ作戦。でも、森下、グッドプレイダイビングしながら、スローしてね、ホーム、タッチ、アウトになるけども、リクエスト。で、セーフ。コリジョンね。だからね、 やっぱ相沢の立ち位置が悪いね、もうそもそもあのボールを待ってるときにベースをまたいで立ってる時点で危ないね、だからやっぱあれだと膝ついたらダメなんだよね、だからあれ膝つかないでタッチしたら、多分コリジョンにはならなかったと思うけども、あのやっぱ立ち位置がね、最初からだから最初、前にいて、この前のね、誰だったかな、この前、忘れちゃったもんみたいなところでね、前にいて、 それだから、あ、日本ハム戦だね。あの、それだから、そっちに行って入っちゃっただったら、多分、この前の解釈だったら認められるかもわかんないけど、そもそも最初からベースまたいでいて、そのまま座ったら、それはまあ、これ以上になるよね。でももう、俺のね、ルールが絶対一番いいのよ。もう、これをね、統一ルールにしてほしい。と。膝をついた時点で、ラインに、膝が、触ってたら、これ以上。 膝がついてなかったら、ホームベースの上にいても、ノーコリジョン。これでいいんちゃうかって、俺は思うけどね。だから、あの、まあ、膝って言ったらタッチしてんところに入っちゃうから、すねだね。すねがホームベース、あの、ライン上の上に重なってたら、もうコリジョン。これでいいんじゃないのあの、すねが重なるってことは、多分このライン上で、スネが重なる、これぐらい行ってるからね。膝だとね、このライン上ちょっとここぐらい。 こう重ななるるる時あかかららねねででもスネまで行くとこうなるから、ね、だから、そこで俺はいいんじゃないのかなって思うけどね。まあ、でも、あのルール、俺はもう、この前の、もうこれ以上やと思うけどね。まあ、でも、ここら辺ね、なかなか、審判の主観は一番難しいよね。で、まあ、これでね、1点、なって、8回ぐらいにね、ワンアウトから木下ヒット、で、ビシエドがセンター前ヒット。で、後藤ね、アウトになるけども、阿部フォアボールで、高橋周辺の時にね、 押し出しのデッドボールっていうね。まあ、このね、2点を、えー、しっかりね、ドラゴンズね、リリーフジー。まあ、リリーフジーやっぱり7、8、9位ね、シリーズもね、あの、帰ってきたっていうところもあるしね、ここをしっかりね、えー、勝ち切った試合だったかなと思います。これ以上の解説はね、こんな感じです。結果ね、広島の2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、巨人対 DNA。6日1対2で DNA。7日18対3で巨人。そして8日6対5で巨人。 巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうね。巨人もサインあ位争いね。これ勝ち越したところで、まだね、繋がってる。これ負け越したかなり痛かったけどね。で、6日の試合、1対2で DNA っていうところでね、巨人菅野先発ね、9回135球、5安打、8三振、29、1失点と。ま、ここ数試合ね、非常に良かった。が、この試合ね、さらにね、スライダーの曲がりがね、 遅くなってて、非常に制球もできて、それまではね、前回もちょっと曲がり早かったからね、ちょっとボールに流れていくってコントロールしづらそうだったけども、このね、曲がり幅が抑えられてて、制球しっかりできて、多分前の推進力が出たと思うんだよね。非常に素晴らしいピッチングだったと思います。d n a 先発今永ね、7回108球、6アンダー5三振1、1九、1失点と、5回ね、えー、の吉川にホームラン一発伸びだからね。 これはね、非常に大きかった。あと5回ね、丸のレフト前。これをね、レフト佐野が前進してスライディングキャッチグップレイ。こういうのもね、守備の、まああったけどね、本当に今永ね、菅野同様に、えー、素晴らしいピッチングの投資戦だったと思いますで。DNA はね、11回にピッチャー体勢からね、佐野が決勝のホームランを打って1点でね、勝ちこつっていうね、2対1で延長戦をね、制したっていうところだったけども、巨人はね、あの、3回、6回、8回。ここでね、得点できなかったのが痛かったかなと。ね。で、3回裏ね、 あの、ツーアウトからだったけども、大川がね、ツーベース打って、ツーアウト二塁から丸がね、返し切れず、無得点。で、6回、1アウトから岡本がね、ヒットで出て、若林三振するけども、ここで岡本がね、かかんであっち盗塁、グッと降る。で、ツーアウト二塁から吉川がね、センターフライで1点取れず。で、8回、1アウトから丸フォアボール、で、中田がね、デッドボールを受けて、1アウト一二から岡本三振、で、若林をフォボール出て、代打、中島、ツーアウト満塁からね、 センターフライで1点取れずっていうね。ここでどっかで1点取ったら勝ったけどね。まあ、そこはね、DNA の投手陣も非常によく踏ん張ったかなと思います。7日の試合、18対3で巨人の勝利っていうところで、まあ、巨人ね、23安打。そして、サイクル、サイクルホームランでございます。吉川が、えー、ソロホームラン2回に。で、中、えー、田が6回裏にツーラン。で、ポランコがその後に6回裏にツーラン。で、えー、ポランコが4回裏にスリーラン。ン で、ウォーカーが4回裏に満塁ホームランっていうね、えー、形でサイクルホームラン。これはもうチームとして、ビッググーからのナイアガです。素晴らしいね。これもう、落ちてくるように点が入ったっていうね、えー、ところで。でね、まあ吉川はね、前日今永からもホームラン打って、この浜口からもホームラン。こう、対左で2試合連続ホームランっていうのは非常に価値あるグッドホームランだと思います。で、DNA はね、 こ,のねもまあ、これは負けだから仕方ないんだけども4回裏の守備ワ、ね、ンアウト、2、三塁からピッチャーね山崎の、えー、セカンドゴロこれを牧、ね、1塁間ゴロを、ね、無理に逆転でホーム投げて完全制御なのにあのホーム投げちゃうんだよねだからあれファースト投げてればあの回ねまだあのまま時の失点で終わってたけどもまあ、4, 4対0っていうところでねだから2失点で終わってたけどもあれをホーム投げることによってそっからね 7失点したっていうところでは、ちょっと守備的にはね、ちょっと痛かったかなと。まあでももう、これ、解説しようがないです。18対3です。サイクルホームランです。もう、ああだこうだ言う試合じゃないです。ね。ピッチャー山崎よりね、7回89球4安打3 3一失点と。これね、山崎来年に向けて非常に楽しみだね。このやっぱ、このね、両コース使ったコントロールっていうところもあるしね、あの、怪我でね、入ってきて、リハビリをね、経て、こういうのピッチングね、非常に来年、二桁勝利。 期待できるピッチャーに成長するんじゃないでしょうか。オフ、休みすぎに注意です。はい。ついて8日の試合ね、え6対5で巨人というところでもホームラン一発構成っていうね、まあ、4回の終わってね、DNA は大高ツーベースで佐野がね先制タイムリー打って、牧宮崎アウトになるけども、外フォアボールで山本が,マが、ね、ライト前ヒット、ツーアウト満塁から伊藤がね、レフトへ走者一掃ってなるタイムリーツーベースでね、一気に4点取って、ああ、これ DNA なーと思ったら、 4回の裏に、なんと、大城が2アウト1塁からライトスタンドに飛び込むスリーランホームラン。伊藤が打った俺も打つぜっていうね、キャッチャー対決っていうね、えー、ところでホームランを打って、まあこれで1点差なって分かんなくなって。で、5回裏ね、ワンアウトからウォーカーねヒット、丸フォアボール。で、中田はここで、パクション、ちょっとね、インロー、レフトへスリーランホームラン。これで6対4とね、逆転して、ね、8回 DNA はね、 あの、外の、ヤ野ゴールの間に1点取るけども、6対5でね、もうホームラン構成。だって、あの、巨人なんて6安ンドしか打ってないから、ほぼほぼ、この4回と5回しかヒット打ってないのよ。他もね、ちょっとずつ打ってるけども、まあ、このね、まともかかったっていうね、もうほんと、少ないチャンスをね、一発で物にしたっていうところでは大きかったから。 あと、巨人ね、先発井上ね、3回3分の2、何十四球、三十四、二十九、四四、一点と、やっぱりこの入りだけダメだったら苦しいから、こチェンジアップ投げてるけど、やっぱり比率が少ないから、もうちょっと信用度をね、来年に向けて上げていくっていう作業は必要かなと、ね、いうところはありますけども、一発構成でね、巨人も三位戦線、踏ん張り続けてるっていうところでは、この勝ちね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。結果ね、巨人の、え二、ー、勝一敗で、勝ち越しでした。さあ、ということで、もう一つ最後にですね、 パリーグの8日の試合の3連戦、やっていきましょう。ね、ちょっとカードが変わったんでね。で、まず西武対オリックス、ね、えー、0対5でオリックスの勝ちっていうところでね、まあ、この試合ね、木、えー、ムクノがね、1回3分の1でね、25球、ちょっと肘の違和感で交代したけども、その後ね、宇田川、ね、育成から入ってきて、プロ初勝利、おめでとうグッピチね、で、ケース好き。で、ここケース好きのね、こう3分の2でね、変えたっていうね、中島イリュージョン、もここ良かったね。で、吉田竜王でね、この2人でワンナを取って、 その後もね、えー、小北、安倍、ワゲスパック、ヒラとね、ちょっとワゲスパックとヒラちょっとバタバタして危なかったけどね、しっかりとした逃げ切るっていうね。で、そんな中4回表にね、中川のホームラン。で、7回表に。ワンナウト、1塁から、胸の時に、ダイソーね、小田が出てきて、このね、盗塁。これでね、森の悪送球で3塁。これ痛かったね。で、その後、胸がね、ヒットを打って、あの、7回2点目。で、8回ね、えー、伏見のレフトスタンドホームラン、中川ホームラン。 グッバッチ、本目、もうちょっと,と、はい、でね、9回表に TO 型のね、タイムリー、ツーベースっていうところで、まあ、小刻みにね、しっかり得点をね、まあ一発構成ではあるけども、しっかり点を取り切ってね、西武の先発、平井もね、良かったけどね、ちょっと中川の一発って、まあこれ仕方ない。でも、打てなかったからね、西武はね、クリーンアップ、森山かうねんていがね、ノーヒットっていうところで、まあそれはさすがにね、きついからと。でもオリックスはね、 この勝ち非常に大きく、またゲーム差ね、0-0-0とね、えー、繋がったかなっていうね、形はあります。で、ついで、ロッテ対日本、ね、あの、10対2で、ロッテの勝ちっていうところでね、まあ、ロッテはもう日本との試合はもう一試合もつないぐらいで行って、ついで行って、なんとかなんとか本当のもう絹の糸状態に残ってるところを切れないでいくかなと。あとね、4敗で、ね、あと4敗全勝で乗り切れれば、 まだ優勝可能性あるんでね、週一回負けれるっていうね、えー、ところはありますけども、前半ね、目列ね、5回3分の2、ノーヒット5、5、五三振、2九1デッドボールでね、ノーヒットノーランで抑えられたけども、6回ね、えー、吉田に代わって、ね、あのー、ランナーを貯めて、高部の時にね、カラノが出てきて、ここでね、高部がレフトへ先制タイムリーヒットっていうね、ピッチャー勝った瞬間に1点取って、で7回裏もね、ワンアウト満塁から、ね、松川がライトへの犠牲フライで、こう最低限1点取って、 で、8回の表ね、もうこのまま勝ち切って終わるかなと思ったら、ゲレーロはね、大荒れで、今川デッドボール。で、清水のね、サードで内アンダー。で、次はね、バンドスルもチャタニのね、フィルダーシュチョイス、オールセーフ。パッ,ッここら辺も焦り出てきてるよね、負けれないっていう。で、ノーアウト満塁から、中島拓也ね、内野ゴロの間に1点取って、ワンアウト1、三塁から、またやチがね、フォアボール。まあね、中島拓也盗塁の後にね。で、近藤三振取るけども、また松本こうね、押し出し。 あと、ここでね、まあ、もうちょっと早めに俺はもう変えてもよかったなと思うけども、まあ、ここでね、まあ、変えたのが変えなかったらもう終わってたね。逆転されてっていうね、えー、ところで、まあ、同点になってね、どうなるかっていうところだったけども、8回裏はね。 中村のツーランホームランで、あもうこれで勝ったなっていうところはあったけども、その後ね、またフォアボール連発、ね、岡のタイムリー、で、松川レフト前、ね、角中大大のタイムリー、で、木野がね、タイムリー、高部のね、タイムリーとどんどん繋がって一気に張ってるんで、結局ね、10対2っていうね、えー、形になりましたけども、まあね、まあ8回、からかに変えたのが一番のね、ポイントだったかなと。でももうちょっと早くね、変えてもよかったんじゃないのかな。まあこれは結果論でありますけどね。 ま、しっかりね、えー、10対2でロッテは勝ち越したっていうところで、金の一応状態っていうところはね、まだ残ったかなと、えー、思います。さあ、ということでね、お送りしてきましたけども、まあ、今日はね、セリーグだけ、えー、巨人、中日、ヤクルト、広島、DNA、阪神っていうところですけども、巨人対中日ね、もう巨人は負けられない。中日はね、ここ3連勝したらね、ひょっとしたらひょっとするっていうね、巨人はもうここでね、 一気にもうね、貯金作って攻めていきたい。ヤクルト対広島。もうヤクルトはね、もう優勝に向けて、もう着実に負け、まあ一生ね、もう大型連敗しないようにやっていくっていうところがね、一番のポイント。広島はね、もうこの首位ヤクルトに向けて、どう戦って勝ち切っていくかっていうところはかなりね、大きなポイントに、えー、なるんじゃないでしょうか。まあ3連戦じゃないね。あの、2連戦で3戦目変わるね、試合展開が。で、あとさ々木はですね、あの、土日、広島に行きます。 え、土曜日、広島ホームテレビ、ね、フロントドア、佐々木出ます。お願いします。見てください。日曜日、えー、広島対巨人戦、佐々木、開説やります。見てください。広島で。はい。はい。ということでね、まあ、ここら辺、まあ、もうね、どの、どのチームもね、もう負けられない。DNA、阪神。ここは阪神ね、思い切って、2連勝できれば、まだね、2、ちょっと、ね、この、1本繋がってる感じで、ね、勝ちきせるかっていうね。で、まあ、パリーグはね、 だからパリーグはこの土曜日のね、試合、このオリックスソフトバンク、多分ヤンモトだと思うけども、これがどうなるかでね、もうモトがオリックスね、投げて勝っていったらあと3回、ひょっとして4回、ね、状況によったら、勝っていったらオリックスね、アドバンテージ一番高いんじゃないのかなと。逆にこれオリックスね、モトに負けたら終わっちゃうからね。そういったところはどうなるのか。ね、楽天ロッテね。ロッテはこの楽天にしっかりね、勝ち星を上げて、ちょっとついていかないと、まあもう5位。 安住の地になるかなっていうね。で、西部日本アームも、もう西部はね、もう日本アームに壊れたら終わるよっていうね、ところで、まあ日本アームにどこまでね、勝ち切っていけるか、これはもう全チームにね、課られた課題かなと思います。ということで、総チェック終わりです。 ここからね、またいろんな複合的な試合ね、3連戦じゃなく2連戦またスポットで一進ってね、残り試合、この中止のね、えー、予備面を含めていろいろね、難しくなってくると思いますけども、どういう試合展開になるのか、まあ、最後の最後まで今シーズンもね、わからなそうな試合です。さあ、皆さんね、総チェックね、えー、諦めないで最後まで佐々木と一緒に感想しましょう。ということで、今週も、ベースボール、引き続き楽しんでいきましょう。じゃあ。